皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。日本のドラマ界をけん引してきた、フジテレビの月給が荒れている。3月18日、長野めい24、主演の連続ドラマ、君が心をくれたから、フジテレビ系、月曜夜9時、が最終回を迎えた。君ここ、和を払う、長野が思い人の蝶や太陽、山田裕貴33、を救うために、 奇跡の代償で五感を失っていく、非常にシリアスな物語。画像、ちゃんと食べてる、心配、永野芽衣、君ここ、役作りで激痩せ、足細、ウォーキング姿。初回からあまりにもな悲劇展開が続いたが、それは最終回に待つハッピーエンドまでの布石と考える視聴者も多かった。本作のプロデューサー、草賀谷大輔氏も3月2日配信の、 ウェブザテレビジョンのインタビューで、最後にどんなハッピーエンドが待っているのかも楽しみにしていただければと思います。とコメントしていたのだが、以下、君ここ、最終回のネタバレを含みます。結論から言うと、最終回は草賀谷プロデューサーのハッピーエンド発言とは程遠い内容だったため、視聴者の感想はあれに荒れています。テレビ紙編集者あののの世からの案内人の草 斉藤海42は太陽山田の命と引き換えなら雨長野に心が戻ることを教えると太陽は俺は十分雨にもらったからと即決そして雨は五感を取り戻したが目覚めた時にはすでに太陽は帰らぬ人となっていた悲しみに打ちひしがれる雨だったが太陽が残していた録音メッセージを胸に前を向くことを決意 一度は諦めていたパティシエになり、数年後に自分の店を開くというエンディングだった。点の名前が2人にちなんだ、サン・アンドレーンであるほか、細かいところに太陽との思い出を連想させる小道具が仕込まれているなど、雨が太陽を今も大切に思っていることを強く感じさせる演出もあった。そんな、君ここ、の最終回には、いいドラマが最終回を終えるとやってくる、君心こロス、でも、 太陽が心から望んだ結果で雨が夢をつかんだんだから本当に良かった。といった評価する声もある一方でなんかええ感じで歌多田る、主題歌歌ってますけど全然ハッピーエンドじゃねえからバッドエンドだから1クール3ヶ月かけてバッドエンドって最低最悪なドラマだったこの脚本家の作品はもう見たくない時間を返せフジテレビ。 月9はハッピーエンドであれよ、ハッピーエンドに見せかけた大鬱バッドエンドだろ、泣きすぎて頭痛い。と、X、旧ツイッター、では物議を醸しているのだ。ジクール主演、広瀬アリスにのしかかる重圧。物語としてはよくできていましたし、ラストも安直な没望主義な展開ではなかったことを評価する向きもあります。ただ、3ヶ月間、重く苦しいドラマが続いた上、 最後は主人公の思い人の太陽、山田、が死ぬ結局は何ともならなかった理不尽な運命に、悲しみを通り越して、怒りの声が SNS に殺到している感じですね。月9で、さらに言えば地上波の連ドラでここまで悲劇がずらりと並び、最後も上げ切らずに終わった作品はないのではないでしょうか。ある意味、地上波の連続ドラマの予定調和を壊した画期的な作品とも言えるのでしょうが。 のの制作サイドの裏切りに起こっていいいるる人が一定数いるということうですよね最終回前のプロデューサーの「ハッピーエンド発言」の影響もゼロではなさそうです賛否の声が多く上がるのは大注目の証しとも言えるでしょうが君ここ最終回を見終わって月9に対して良くない感情を抱いている人がいるのも確か同じ放送枠の次回作主演には「 大変なプレッシャーがかかる状況と言えそうです今広瀬アリスさん29は大きな重圧を感じているかもしれませんね前出のテレビ誌編集者4月8日から月9枠では広瀬主演前田ゴードン24が相手役の連続ドラマ「366日?」が放送されるドラマ「366日?」は「 高校時代に実らなかった恋を叶えようと再び動き出した男女が予期せぬ悲劇に直面しながらも愛する人を思い続ける壮大な愛の物語同ドラマはオリジナルストーリーだが人気バンド HY の名曲「366日2008」の世界観に着想を得た作品であるしかし1月クールのあまりに悲劇が続いた「キミココのショックに加えて 12年越しに交際を始めた矢先に恋人、前田、大意識不明の渋滞になる、というすでに出ている、366日の不穏なあらすじから。今期の月9が困難だったから、来期の広瀬アリスさんも期待しづらい。次の月9も重い感じ。アリスちゃんならイェイ、ハッピー、みたいなドラマ希望です。といった声が X には寄せられている。 広瀬さんといえば、昨年10月クールのマイ・セカンド青春・アオハル TBSK ではなにわ男子の道枝俊介さん21と年の離れた恋人役を熱演するなど、楽しくてキュンとくる、そして少し切ない恋愛ドラマに強い俳優。演技力は高く評価されているし、また彼女自身、明るくサバサバした性格で、とても好感度が高い方でもありますよね。それだけにフジテレビは 月9初主演の彼女に同枠の立て直しを期待していると考えられます。現在、富士の月9はブランド崩壊寸前ですからね、制作会社関係者。月9の視聴率はここに来て急落。かつて月9はフジテレビ、そしてテレビドラマを代表する人気枠だったが、2020年代頃から視聴率が深刻低迷。すでにブランド力は地に落ちた、という声が出るほどだ。 昨年10月クール放送の嵐、二宮和成、40、中谷美紀、48、大沢たかお、56、によるトリプル主演の、ワンデー、聖夜の空騒ぎは、現在、テレビ界で最重要視される13歳から49歳までのコア視聴率は2%台、ひどい時は1%台の回もある悲惨な結果に。全体の平均世帯視聴率も5.3%ビデオリサーチ調べ。 関東地区で月9ワースト記録も更新してしまった。そしてこの1月期の「君ここ」は若者世代に大人気の長野と山田を起用したが、しげすぎるシナリオが影響したのだろう、数字を回復させることはできなかったのだ。「君ここ」終盤のコア視聴率は第8話2月26日放送が2.2%第9話3月4日放送が2.7%第10話 11日放送が2.1%と非常に厳しいもの。なお、全話平均世帯視聴率は5.8%で、ワースト記録更新は免れた。木村拓哉さん、51、主演の風間公親、「教場二23年4月期、そして吉沢輔さん、30、主演の PICU 小児集中治療室。 22年10月期などは4%ほどの小足調率を取っていたそれがここに来て半減しているわけですからね低迷の基準が曖昧といった声が出ることもありますがここ最近は明らかに数字をとしています次の広瀬さん主演の366日も低空飛行となったらいよいよブランドは崩壊となってしまいそうです TVer の再生数動向が言われることもありますが、天下のフジテレビの月9ですからね。それがリアルタイムで見られていないとなるとやはり厳しく残念です。そこに君ここに怒りを感じているドラマファンが月9離れしてしまうという流れもあると。366日、主演の広瀬さんにはその悪い流れをせき止めて押し返して。 多くの視聴者の心を掴んでもらって、良い数字を取るそんな過酷なミッションが期待されているということですよね、前室の制作会社関係者。広瀬には、さらにもう一つ、重圧がのしかかるかもしれない。ドラマが着想を得たという HY の「366日」は、リリースから16年がたった今も、世代を超えて愛されている名曲です。オリジナル版は中曽根泉さん 40のソロ曲でしたがドラマ主題歌のためにメンバーの新里秀之さん40とのデュエットバージョンの新作「366日オフィシャルデュエットバージョン」が2月29日に発表されています HY の公式 YouTube チャンネルでの「366日」の再生回数は4600万回超そんな国民的ソングを ドラマがパッととしななないいいこでで傷つけけるわににははかかか広瀬さんにはそんそそ重圧もかかってきそうです全道連続テレビ「366日」の主演が発表された1月30日に広瀬は X でまさかの月9で主主演を務めさせていただくことに「は」は吐きそう「よろしくお願いします」とポストしていたがその気持ちは今も変わらないのかもどこだと思いますか 次は CU でした。